皿に盛り付けられた、唐馬肉。唐馬肉とは、豚肉を調理した中華料理である。北曹の詩人祖食が考案したとされ、料理の名前は、彼の号である、祖唐馬に由来する。一般的には、石膏料理の一つで、甲州の名物とされる。煮込み料理である焼き菜に分類される。類似した料理として、紅焼きひずめ棒がある。 皮付きの豚のバラ肉を一度揚げるか茹でるかして余分な油を取り、醤油と酒と砂糖で煮含めた料理である。甲州の豆腐肉は多量の砂糖で甘く味付けされることが多い。人数の分だけ用意した壺の中に肉を入れて密閉し、蒸して供する場合もある。切り分けた肉を鉢に入れて蒸し、蒸し上がった肉を皿に盛り付けて供する、控え肉という料理も存在する。 1079年、素職は政治を批判した都がで逮捕され、甲州に左遷される。甲州に流された素職は、成功うどくの生活を送り、自身が農作業を行っていた場所にちなんで、東馬小児とこうした。祖職は甲州の豚肉に目をつけ、東馬肉の原型となる、紅焼肉を考案した。素職は甲州の豚肉を叩いて、次のような死を残した。 甲州甲子死肉はしず図東奮土者不公吉賓者、不快に満蝶か小蝶水加皇族時、他自備毎日嫌いだ一腕がアグリとくじかくん、幕館、祖食、植死死肉皇帝、真相が没した後に祖食は、中央政界に復帰するが清掃に巻き込まれ、1089年に甲州に再び左遷される。祖食は甲州で西湖の水利工事を行い、 その際に工事を感謝した現地の人々から豚と酒を献上された。豚肉と酒を使ってくれない焼肉を作るよう自宅の料理人に命じ、工事の寄付台帳に名前のあった家に料理が振る舞われた。素食の振る舞った料理を絶賛した、甲州の人々は料理に東馬肉と名付け、料理店でも作られるようになったという。杭州、杭州以外に素食の出身地である。 四川、流景先の海南島でも、東馬肉が名物料理とされている。河南省海風では、タケノコと豚肉の料理、厚生省急行市の永州周辺では、わらと一緒に煮られた豚肉料理が、それぞれ素食にちなむエピソードとともに、東馬肉として伝えられている。また、湖北省武漢では豚肉、冬タケノコ、ほうれん草を材料とする料理が、東馬肉として供される。 東馬に日本において、長崎県では、しっぽく料理の一つである東馬に、沖縄料理では泡盛を使うら不定としてアレンジされた。また、日本料理の豚の角煮の起源とも言われ、時には豚の角煮と同一の料理とみなされることもある。日本には、明治時代にすでに伝わっており、村井玄斎が表した食道楽にも、東馬肉のレシピが掲載されていた。 ありがとうございます。